はようございます。朝は8時過ぎに開港会城西病院へ出勤します。まずは医局へ向かい、当日のスケジュールやメールを確認し、今日1日の準備をします。8時半ごろから病棟課長の業務連絡、スタッフのミーティングがあります。その際に患者さんのケアについて相談を受けることがあります。すぐに患者さんのところに出向いて診察し、手早く必要な指示を出すよう心がけています。9時ごろに透析室へ降りていき、看護師さんに急ぎの相談事はないか確認します。9時半ぐらいから外来透析の患者さんが来院されるので、その様子を観察します。また患者さんとは簡単な挨拶や日常会話を交わしながら、さりげなく健康状態を確認するようにしています。シャント血管に問題がなければ潜視して透析開始になりますが、透析前にシャント造影で血管の状態を評価することもあります。透視室でシャント造影検査を行います。結果はレントゲン画像で確認します。この方はシャント血管の一部に狭窄を認めたため、待機的な血管拡張術の適用があると判断しました。また当院では透析中の運動療法を推奨しています。これは下肢の筋力維持に有効です。実践されている患者さんからは楽に歩けるようになったとの声も聞かれ、私も効果を実感しています。今日は愛妻イベントです、はい、コロナなんで黙食します。でははい、靴は5本指シューズなんですか。そうですね、これは通勤の時から仕事中の時間までずっと履いてます。1本ずつ指が動くんで、すごく快適でおすすめですよ。今日は CKD 外来がありますので、これから内科外来へ向かいます。 CKD 外来ではまず腎臓病療養指導士の看護師が丁寧に予診を行います。その結果について簡単に質疑応答した後、診察をさせていただきます。開港会城西病院にはリハビリテーションを目的とした方や慢性期の方など数多くの入院患者さんがいらっしゃいます。カンファレンスでは私が患者さんの病状や治療方針を説明した後、スタッフと質疑応答をします。皆が治療のゴールを共有することが最も大切であると考えています。 ACP アドバンスケアプランニング人生会議を開催します。患者さんの治療に対する考え、不安や悩み事、大切にしている価値観について彼ら自身の言葉で自由に話してもらうために、座談会のような雰囲気を目指しています。業務の隙間時間を利用して臨床研究のミーティングを行うこともあります。今運動療法をアシストする VR ゲーム開発に取り組んでいます。研究論文の進捗状況の確認やこれからの計画について活発に意見交換します。思いやりのある臨床医として、革新的な研究者として、また熱心な教育者として、これからも医師として頑張っていきたいと思います。